なんかいろいろ考えてたら足いっぱいになっちゃいました。なんとか守りきって、そうですね、もう機械の機械だけ見て走ったんで、強いですね、でもやっぱり。ジャンプぐらいのできる時ってどれぐらいの時って、結構そんなと思いますよ。そのまんま一周行ってしまって、そのまんまの、まあ、ペースを少し落としましたけど、流すっていうようなペースでもないし、組み上げながらの流しだったので、ラスクの小林さんもほとんど意識者も出ないじゃないですか。今日流さなかったな、ほんとにずっと踏んで、ずっと同じペースで踏んでたもんな。強いですね、やっぱり。最後はその離れそうな感じってなかったですか。今日は大丈夫でした。昨日のことがあったんで、そこはもうしっかりと思ったら足いっぱいでした。まあでも立ち上がる、そうですね、まあ3着までにはなんとか帰るかも。これ入っていくことに全然これしか後ろ攻めというのがあった時に、もうやっぱ基本のスタイルが、スカイの基本のスタイルが後ろ攻めなんで、前か後ろ、見ながら思ってきたんだけど、今日すごい自信なく前に上がってきて、スタイルが遅かったら我慢しながら、でもガイちゃんがあそこで不満だったんでよかったね。早く行っても遅く行っても多分ペダルがさ、いいのに入ったもんね。やめんかしら、フォームぐらい、フォームでキャーやったらペダルが入って、なかなかないですからね、やっぱりその中から、まあ、出したい、最低でも中古からは出したいっていうのはありますよね。僕はもう吉田の後ろ、深谷、吉田、服部さん、吉田さんの前はもちろん、いや、それはもう散々世話になっていけるし、吉田さんとしてもこれから深谷さんの番手というか、そうですね、まあ勉強のためにも番手回っといた方がいいと思うんで、マルチェ、人はすごい力が出るような、ラインからですよ、それだけです。